ハワイに来ました。チルしてます。ゆっくり米蔵さんらしく過ごしてるっていうところが一番安心しました。はい、おはようございます。なんと今回ハワイに来ました。今からね、皆さんに1週間の Vlog を見ていただきたいなと思うんですけども、僕自身はだいたい8ヶ月ぶりぐらいですかね。なのでなんかワクワクするかなと思ったんですけど、まあ、そんなにワクワクすることもなく一人で寂しく来ました。ちょっと今からUber見つけてホテル行きたいなと思います。もうさ、これでさ、ずっと待ち構えてこれでニヤニヤして待ってたからさ。どこ1階？1階のさ、あの出口だよ。久しぶり。久しぶり。2211 Cohill, yeah? Yeah, okay. Yeah. Hotel room. Look like Royal... No. What hotel? Waikiki Maria. Maria, okay. Yeah. Alright. Let's go! I'm a Japanese person. It's been a long time. It's not changed. It's like this.サラダラップも美味しかったし、サラダラップ、今いつも食べてるあのサンドイッチ、前食べた BLT みたいな、そのクロワッサンサンドイッチ、あれも美味しいし、めっちゃ腹減ってたから気分かつ野菜が大変だよな、多分美味しいですね。閉まってるわ、後で開けよう、うん、お前座る、こんな臭いとこでどこですか、この海。最高や、もう綺麗だね。おオープン、うわー、早くしないと鳩に食われちゃうと、うん、うん、久しぶりなんじゃない、そんなジャンキーなもの。うん、めっちゃ久しぶりだ。いつも豆腐とね、納豆と卵とブロッコリー、あ、パラセーリングがやってる。新婚旅行釣りできなかったパラセーリング取ってくれてんの、うん、最近は自撮りしかしなかったんじゃないかと。確かに、ありがとうございます。3ヶ月ぶりですけども、どうですか感想は。これ見てもあんま変わってないなって感じだ。もっと太ってるんかなと思ってけど。まあどうなんだろう。太ったと思うけど自分では。久々やなって感じ。うん。会う前はちょっと手が震えながら待ってた。ちょっと緊張するみたいな。遠距離してる時みたい。あ、そうだね。まあこっから3日間はとりあえず自由やから自由行動して。うん。まあレストランとかも行くやろ。いろんなね。ここに楽しみながら行きましょう。乾杯。うまい。たっかん誕生日おめでとう。ありがとうございます。見せて。ごめんごめん、こっち見えないから。おめでとう。あ、かわいい。いいよ、消して。ありがとうございます。はい。何歳になりましたか。35歳です。だいたい約1週間前ぐらい。誰の誕生日かなと思って僕です。ありがとうございます。新しく買うの？
44ドルがなんと27ドルに乗って、その後もう一回落ちて14ドルまで落ちました。値引きに値引きに値引かれた売れ残ったナイキ LOSS です。おはようございます。ハワイ2日目ということで、今日はね、昼頃になんかランチのところがあって、嫁蔵の知り合いの人、友達っていうか1個上の女の子がおるんやけど、まあ、そこのお店に行って昼ご飯食べて、で夜はなんかナイトスクリーンみたいな感じでビーチでスクリーンがあって、そこで映画見るらしいんですけど、僕ら英語全然わからんから映画見たところでなんですけど、そんな感じのスケジュールです。ちょっと1人でコーヒー屋さんに向かってます。Can I have ice coffee? No milk, no sugar. 4ドルのアイスコーヒーやから、600円ちょっとぐらいかな。はけー。僕はちょっとドトールのコーヒーとの違いがあんまよく分かってないけど。あ、どうも。あ、はじめまして。あ、お世話になってます。ありがとうございます。久々の生魚でございます。カルパッチョ。何のカルパッチョだったっけ。カンパチだ。カンパチか、うん、うまいよね。うまいよね。トマトソースのほうれん草のパスタ、うん、で、ウニですね、はい、大好きなウニ、うん、じゃあ、食べます。はい。このバルサミソミコスあるから、これも切って、はい、あ、すごいいいですよ。これ見てください。切り節レアというんですか、ミディアムレアというんですか。はい、ありがとうございます。2回目のハッピーバースデー、昨日も今日も祝ってもらって、もう僕1週間以上経ってるから全く実感はないんですけど、感じでございます。ありがとうございます。あー、おめでとう。美味しそうだね、はい、食べようか。はい、食べます。はい、それではホテル帰ってきました。ご飯、昼ご飯食べたんで、今からはね、ボディーボードをやりに行くっていうことで、今日はボディーボードやって海でまったりしておしまいで、明日が新婚の時にできなかった、僕が朝起きなくてブチ切れて喧嘩したっていう大事件であったパラセーリングブッチ事件っていうのがあったんですけど、それをもう一回やりに行くっていうことで、6年越しぐらいですかね、パラセーリングを明日やりに行くことになりました。なので今からちょっと海で、バタバタしてる様子をどうぞ。チルしてます、ゆっくり。せっかくエニタイムまでチャリンコ漕いで来たけども、残念、エニタイムここにあるのに鍵持ってるなせだ。拓蔵さんが来ました。期待通りエニタイムの鍵を忘れ、今はこちらに向かってきております。期待を裏切らない男です。シロさん、よかったよかった。何を頼んだの？
とモーニングなんとか。なんか多分サンドイッチ系なんちゃうかな。いただきます。はーい、私もトルティーヤー。あ、ここめっちゃいいかも。実際どうやった？パラセーリング行ってみて。新婚から行けへんかったけど。よかったよ。楽しかった？うん、よかった。はい、それでは嫁ゾウとバイバイしました。僕はあの楽天ラウンジに行って、パソコン触りたいなと思います。プロテイン買ったけども700円もするプロテイン。インターナショナルマーケットプレイスっていうところで、なんかあのクレネで、スニーカーとか売ってるんですけど、ティファニー×エアホースのコラボがあります。もう僕のクローゼットにあの入れっぱなしにされてる。これはね、近々ね、ジム用にしようと思ってて、でね、それもね、視聴者さんにいただいたんですよ。めちゃくちゃいいのいただいてるから、買うわけにいかんし、使いたいなと思ってたんですけど、使えたらいいなっていうことで、やっておりますが、楽天ラウンジ、あ、出ました、これだ。これですね、見覚えのある R の文字がありました、ここに。あ、楽天カードラウンジって書いてますね。プロテイン、プロテイン。この WPI のバニラを買おうと思います。この大きさで26ドルで、大きい方にしたら94ドル。こんないらんけどね。これでも多分全然余ると思うけど。はい、それでは買ってきました。なんとね、プロテインだけじゃなくて、なんかシェイカーもつけてくれました。ここ日本でも有名なあのプロテインですよみたいな感じでちょっと媚び売っといたんですよ。そしたらこんなんいただきたいんで、では一旦ホテル戻ります。かわいいですね。はい、1、2、3。おー、わー、おいしそう。はい、それではご飯行ってきました。めちゃくちゃ美人な、嫁蔵の同居人の人と、嫁蔵の、同居人の人もう一人と、3人、4人かでご飯行かせていただきました。いろいろお話できてね、僕からしたら英会話やってる気分。簡単な単語しか喋れないんですけど、なんかやり取りできてサーフィンやってるとか、楽しい時間を過ごしました。今からはね、ちょっとズームでちょっと打ち合わせがあるので、僕だけ先に帰って仕事モードに切り替えます。嫁蔵が行ってみたかったコーヒー屋さんに行こうと思っております。ここですね、サーフ&キャンプ。嫁蔵さんさ、普段さあんま外食せえへんやん。何日間か今外食してるけど、うん、最後、はい、行きたいとこ行ってんな、うん、今日は何に行くんだっけ。電話がつながったら和食屋さん、うん、やっぱ和食食べたい、うん。美味しかった。特に何が美味しかった？え、
島味美味しかったよ。あ、島味美味しかった。美味しかった。やっぱ味付けがやっぱ日本だった。日本の味やな。いや、よかったです。喜んでもらって。はい、おはようございますということで、昨日はね、久々の日本食、まあ僕はそんなにあれやったんですけど、久々にワイン飲んで、アルコールが1ヶ月、2ヶ月ぶりぐらいに飲ませてもらって、非常に楽しい時間を過ごしました。今日はですね、なんとこの後、人生初スカイダイビングに行きます。どうやらスカイダイビングすると人生観が変わるとか言って、昨日寿司屋さんの大将も友達が、ダイビング、スカイダイビング行った瞬間なんか一気にオラついてたって言ってたんで、気持ちはどうですか？ブレイクファースト、サンドイッチ。あらま、美味しそう。これが美味しいんだよ。うん、はい、いただきます。いただきます。細かく残って、うん、だいぶ水濠さばいて、うん、他はない。まあ、もうちょっと大きいですね。32インチ。32は君とバイバイした、うん、あの3月の時は普通のサイズ。え、そうなの？だってそこから7キロ痩せてるから。やば。こんにちは。こんにちは。では今から、人生初のスカイダイビング行ってみたいなと思います。緊張する？うん、結構。うん、まあ、多分上行かな、まだ緊張しないかな。上行ったら緊張するかも。怖いかも。じゃあその映像皆さん見てください、どうぞ。ジェットコースターと同じってなったけど、もう5秒ぐらいで次はなんか、うん、スカイダイビングでみんな困難して喜んでるやん、うん、あれはこの感じなんやっていうのがあって、雲に入った瞬間、うん、あんたの機械開かれて、うん、こっからが気持ち悪い気持ち悪い。破壊面どうしよう。人生観変わるっていうよりかは体調が変わった。本日の昼食、どうぞ。はい、それではちょっと昼寝というか1時間ぐらい、ゴロゴロしておりました。もともとはね、チーズファクトリーっていう僕らが一番最初新婚の時にハワイに来て初めて食べたレストラン屋さんがあるんですよ。そこに6年ぶりに行ってみようかっていうことで予約もしてて、4時半から予約してるんですけど、今4時35分でいつものことながら遅れております。嫁蔵が先に入ってて、で今僕は向かってる最中でございまして、あとハワイ生活も残り3日ですか。で3日目はもう帰るだけなんで、今日と明日と明後日が1日フルで折れて、3日後はもうあと帰るだけっていう感じで楽しみたいなと思います。はい、ムービーオーケー？ Yeah. It's Elena. Swim very hard. はい、それではホテル戻って帰ってきました。さっきの、エレナっていうのはね、嫁蔵の友達なんですけど、サーフィンとかするし、今日はなんか波なかったからサーフィンじゃなくて泳ぐかみたいな感じで、水泳すんのがなんか小学生以来からめちゃくちゃ疲れたんですけど、まあこの後ちょっとジム行ったりしようかなみたいな。夕方ちょっと撮影あるので、ジャパンメディアのね、それまではまあ自由じゃ自由なんですけど、まあ適当にブラブラしたいなと思います。はい、それでは移動してきました。カカアコら辺で、なんかこの辺はコーヒー屋さんとか洋服屋さんとか結構あるんですけど、ソルトっていうんかな、以前めちゃくちゃ良かったセレクトショップがあったんで、ちょっともう一回行きたいなと思ってね。でメンバーシップの人にお土産の洋服まだ買ってないんで、ここですね、ここに行きたいなと思って、8ヶ月ぶりぐらいかな、行ってみます。こんな感じです。かわいい。あ、来ました、ケイジンです。これ前回メンバーシップの人にお土産渡したやつ。
僕も着てるけど日本でなかなか売ってないからこの T シャツ可愛いな。あ、黒も可愛いな。グレーかな。ショーツも可愛い。うわ、これケイティンやね。可愛い。なんかね、嫁蔵がね、買ってくれるって言ってたからなんか1枚だけお願いしようかなと思ってて、ちょっと見ますね。はい、それでは今から、ディナーに向かいたいなと思います。後ろから嫁が走ってきてるのか分かりますか。間に合った間に合った。映像ございます。映ってるよ。今ワールドバーディーの映像機やったらついついね、出ちゃった嫁蔵。どうですか、3ヶ月で夫婦生活。もう残すところあと1日だけど。早すぎる。早すぎる。まあ、至って普通よな。普通ね。アベリートでーす。乾杯。あんま飲んでると顔赤くなっちゃうからね。久々のトリュフディーゾーです。で、ここから切りますよ。はい、サクッと切ってください。こんな食べれるかな。わー、おしゃれじゃん。うわ、だけな。エレナ、ワンマンタイム、行きましょうか。行きましょうか。行きま。では、今からですね、メンバーシップの人に、お土産を買いますので、お土産を買いに来ました。どん。ここはハワイ限定のやつとか売ってたんで、嫁蔵がいいんちゃうか言うて。お土産買えてよかったです。次はアラモアのショッピングセンター行って、ノースエースは一応ちょっと見ときたいなと思うので見に行きたいなと思います。多分何も買わんとは思うんですけど、ウーバーで移動します。あ、チルする。アラモアのショッピングセンターに到着。はい、本日はですね、ノースフェイスハワイ編をね、皆さん見ていただきたいなと思います。さてさて、また買い物来ました。こちらでござんす、こちらでござんす。見ろね。今回はタックに誕生日プレゼントを買いたいと思います。うん、うん、かわいいじゃん。かわいい。あ、かわいい。うん、何にしましょうね。あ、グリーンがいいんだ。僕とお揃いのやつのサイズ違いと、あとケイティ、僕が好きなブランド、アメリカの。今からは焼き肉だ。食べたい。ガーリックライス。食べたい。最高。ハラミ。じゃあ最高。焼肉久々。久々よ。福島で食べたぶりでしょ。あ、そっか、うん、ここだ、ここだ。チキンラーメンもある。牛タン、うん、これ、ミニシオン。サラミも食べたい。そんな食べれるのかな。食べるよ、これとハラミと、すき焼きと、タンと、タンとガーリックライスと、ガーリックライスと、寿司。寿司やめて刺身にしようかな。あら、寿司やめてええの。嬉しい、嬉しい。めっちゃ酒飲んでいる。出て行けば飲んじゃないから。
この染み渡る仲間で。でもさ、何人かと飲み行ったりしてるじゃん。行くものじゃないの？ノンアルコールビール。このアルコールのシャーシャーする感じがない。私もこのザ・日本の中華めっちゃ久しぶり。優勝。次はミスジ。そしてうわ、これ捕まえた。まあ、この甘くない感じ最高。うめえよね。こっちは甘いもんね、全体的にな。ここ人気のね、焼肉屋さんでたまたま4時からね、ハッピーアワーに入りましたけど、よかったですね。一番テンション上がってるな。うん、焼肉が一番嬉しい。そうかもしれない。うん、一番テンション上がってる。まっすぐ入ってって、ほら見て、右カラムーチョが5ドルもします。雪の宿も3ドルするよ。はい、かわいい。はい、ちょっとでかい気もするけどね、腕前とか縮む。これやった。じゃあ買っときましょうか。あとスタッフのね、うん、カルボンくらいのブルーのパンツ。安い。これ1個しか入ってなくて短いね。日本でもやってるけど。はいはいはい。これいいじゃん。似合うとこしか。パンツを真剣に選ぶ拓造。じゃあラスト乾杯。はい、乾杯。ファイタイ。どう？おいしい？やっぱり安心だ。日本の人は少ないね。ああ、じゃあこの部屋にもう会うことはないからね。はい、ありがとう。マリア、マリアありがとうね。違う女の子バイバイしてみたい。はい、ということで、ハワイ最終日で朝僕も7時出発なんですけど、現在6時半で、モーニングだけ買いに来ております。どうでしたかこの1週間。あっちゅう間に過ぎたけど、マジだって思ったよね。振り返ってみてどうでした？振り返ってみて、うん、楽しいことが多かったけど、やっぱ最終日は寂しい。そうだね、2日ぐらい前ぐらいから寂しい寂しいって言ったもんね。まあとりあえず海外でも元気で過ごしてください。分かった。応援してるからみんなも応援してくれてると思いますし、うん、まあ元気な姿が見れてよかった。私もタックの事務所でよかった。うん、俺はずっといたと元気よ。一時期汗こけこけマシーンだったから。いや、今は変わらんけど。まあ、そういうことでね。なんか話ある？あ、あれどうですか、スカイダイビング。めっちゃ良かったよ。めっちゃ良かった。めっちゃ綺麗だった。私もう一回入れたい。あ、俺はもういいや。一生いいや、もう俺は。高所恐怖症やし、俺ああいうのは好きじゃないのよ。無理やり落とされたから。パラセーリングもやったしね。楽しかった、綺麗だった。ちょっとまあこの動画ではちょっと言えないことで山ほどあるんですけども、僕もいろいろ感じました。とにかく嫁蔵さんが嫁蔵さんらしく過ごしてるっていうところが一番安心しました。じゃあね、まあまた次動画出てくれるまでしばらく会うと思いますけども、それまで元気で過ごしておいてください。はい、ありがとうございます。次回会うのはまた、いつぐらいですか？何ヶ月？10月くらいなんで、多分動画アップされるのは11月くらいになっちゃうと思うんですけど、その時まで元気によろしくお願いします。お互い元気で健康にましょう。はい、あと英語また頑張ってくださいね。はい、頑張ります。はい、ね、クリタ君はどうでしたか今回のハワイ旅行？一番スカイダイビングより
人だよね。会いたかったから話を聞いたなとか、まあ、もちろん状況も見たかったっていうことですね。で、まあ、人見るから、すごい昔からの友達と会ってるみたいやなって思う、うんうん、メスとか見ると2人じゃって、うん、スーパーアートを見とったら地元の声と喋ってもあんま変わらんから、うん、まあ、たった3ヶ月で、そういう友達みたいなのは、しかも何人も来てるから、うん、どうかったんちゃうかなって。なんか安心してたり、いいかも。だから前回の3ヶ月前でいきなり離れていかれた、うん、あの悲しい時っていう別れではないかと、いつかしたらちょっと安心して、うん、ホッとしてないと思う。でも寂しい、うん、まあ、この離れてみたらいつも思わへんねで離れたら思うねんな、まあ、ハワイの時思い出すんだろう、ね、あ歩いたら一緒に、うんうん、これやったなとか、シグしたなとか、シグしたなとか、思い出す。今はもうそれよりも毎日が刺激的やったっていう感じだから、うん、俺のためっていうよりかは、君のためだったから、すごい充実してよかったなと思って、ありがとうございます。いや、ほんまにそういう旅行、人のための旅行ってあんまりなかったから、よかった、俺のためめっちゃ思う。全然混んでないじゃん。ジップや全然混んでないじゃん。あれでも。疲れる方の気持ちを存分に味わって。はい。これも味わってます。じゃあ行ってくわ。うん。じゃあね。バイバイ。気をつけてね。You gotta listen up, there's not a thing that I can't get from you. Boy, I don't need that much, need that much. How can I tell you what I wanna do?